改めまして映画ポプラの秋監督キャストの皆さんです。今一度大きな拍手をお願いいたします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが、お一人ずつご挨拶を頂戴いたしましょう。まずは本作が初主演となります千秋役演じられました本田望結さん、お願いします。はい、ありがとうございます。千秋役の本田望結です。今日を迎えることができてすごく嬉しいです。中村珠緒さんにも大塚寧々さんにも大森監督さんにもまた今日お会いすることができてすごく嬉しいです。よろしくお願いします。可愛いですね。喜びいっぱいといったところですね。ありがとうございます。では続きまして、ポプラ荘の大家のおばあさんを演じられました中村珠緒さん、お願いいたします。どうも珠緒でございます。1年ちょっと大人になりましたね。まあ、でもね、2つやってるそうでございます。女優もやってスケートもやると。これはね、ずっとね続けていただきたいんですが、本当にその節はお世話になりました。私はね、テレビでは映画では NG 失敗があるんです。それに何遍も付き合っていただいて、その節はありがとうございます。とても楽しい数日だったんでね。大塚寧々さんとあんまり、ね、はい、お会いしてなかったんですけど、そうですね、でも、ね、楽屋ではよう喋っております。はい、よく、はい、お話しさせていただきました。楽しかったです。はい、どうもありがとうございます。では続きまして、千秋の母を演じました大塚寧々さん、お願いいたします。皆さん、今日は足を運んでくださいまして本当にありがとうございます。この映画は、ここ数年でも本当に私的には一番いい映画だなと思える映画です。ぜひ一人でも多くの方に、見ていただきたいと思いますので、皆さんこれからご覧になったら多くの方にお話ししてくださったら嬉しいです。どうもありがとうございます。ではメガホンを取りました大森健一監督、お願いします。はい、改めまして監督の大森健一です。ありがとうございます。今日本当、1年ちょっとぶりに撮影以来、みゆちゃんとはちょっと映画祭とかで国際映画祭なのでちょこちょこと一緒に行かせていただいたりしてたんですけども、玉尾さんとねねさん本当久しぶりだったんです。すごく、わーっとその日のことがね、思い出しますよ、蘇ってきますね。なんか、はい、本当に特別な空間といいますか、はい、ポプラの、ポプラ荘っていうのが特別な空間でしたので、まあ、そこで一緒に、撮影しながら一緒に過ごさせていただいたというか、なんかまるで戦友のような感覚なんですけども、ね、はい、はい、すごく懐かしく思いつつ、もう本当ここのところちょっと雨パラついた不安定な天気だったんですが、今日まさにポプラの秋日和といいますか、いい天気になりまして今日を迎えられましてすごく嬉しく思います。本日はよろしくお願いします。どうもありがとうございます。本当にこの映画にふさわしい、ね、爽やかなお天気になりましたものね。はい、さて皆さんお会いになるのは1年半ぶりぐらいですか。ですね、はい、そうですね、ね、ちょっとねこう、控室では皆さん懐かしい雰囲気に浸ってらっしゃって、ちょっと話は別に岐阜生まれの方はそうですね、舞台が日田高山なので岐阜弁がね難しかったですわ東京弁でもないし、はい、関西弁でもないからね、まあ、関西にはちょっと近かったんですけどね、うん、現場でね一人ね岐阜の町でいろいろ演劇をやってらっしゃる、はい、そうですね、はい、地元の方にやっぱり岐阜弁出ますか。そうですか。なかなか通じることは続いて思います。そうです、その辺も玉尾さんの役柄が特に一番地元の言葉を使う役柄でしたので、そのあたりも大変でしたよね。さてスチールカメラマンの皆様恐れ入ります、少しご休憩ということでご協力お願いいたします。そう、今お話に出ましたけれども日田高山での撮影ということでいかがでしたでしょう。オールロケで実際にみゆちゃんどうでした日田高山は。もうすごい楽しかったし、先行上映として高山で先に監督と上映したんですが、その時にたくさんの方に見ていただいて、たくさんの方に拍手をいただいて、すごい緊張してたんですけど、それが自信に変わりました。
そうですか。いや嬉しいですね、初主演の映画がそんな風に皆さんに喜んでいただけて、ね、その時は飛騨牛を食べました。 お祝いですね、はい、そうでしたか。玉尾さんは飛騨高山、はい、実際に訪れてみていかがでしたでしょう。私も夜はですね、飛騨牛とかなんかそのやっぱりね、いろんな食べ物があるんですよね、そこ行くのが楽しみで、それと飛騨高山はもう本当に外国の方がね、うん、多いですね。これからものすごく、ただ今日の私たちのうちね、あれをずっとのけといていただければいいんだけども、今あるのかなってね、飛騨行かれたら見てもらえればいいのになと思うんだよね。はい、はい、ありがとうございます。大塚さんは振り返ってみていかがですか、撮影。そうですね、本当に撮影が終わることが悲しくて、撮影現場にいることが役柄としては結構私の役柄は独特の時間を流れている役柄だったんですけれども、なんだろう、現場にいることが幸せで、ちょっと本当夢のような時間で、今でももう一回戻りたいなと思ってしまいます、はい、そうなんですね。